つくばメディカルセンター病院は、茨城県つくば市アメクホ一丁目にある医療機関で、公益財団法人つくばメディカルセンターが管理、運営する病院である。付近にある、つくば大学の学生を中心に、メディセンと呼ばれている。つくば保健医療圏の医療の機関病院の一つとして、位置づけられる。また、ガや3次救急医療など一部の医療については、 隣接する畜生、下妻保健医療圏など、他の二次医療圏についても担当する。1985年2月16日会員。医師約90名、看護師約370名を含む1139名の職員が勤務する。1日の平均患者数は、外来が520人、入院が353人で、403床ある。 病床の利用率は90.3%、患者の平均在院日数は15.0日となっている。2010年4月26日現在、病床の内訳は以下の通り。各となる、筑波メディカルセンター病院に加え、日本中毒情報センター、筑波総合検診センター、茨城県地域がんセンター、 つくばメディカルセンターヘルパーステーションふれあいを併設する。この病院は公益財団法人つくばメディカルセンターが運営する。同法人は地域住民の健康の保持及び増進を図るため、公衆衛生及び医療に関する事業を行うことを目的に設置されたもので、メディカルセンター病院の運営のみならず、介護事業、 公衆衛生に関する調査研究など幅広い事業を展開する。最高責任者は理事長で任期2年の理事が19名いる。設立許可及び設立登記日は1982年5月22日である。つくばメディカルセンター病院以外にもデイサービス触れ合い、訪問看護ステーション石毛を直接運営し、近隣の茨城県立つくば看護専門学校の 受託運営を行う。日本中毒情報センターは、茨城県筑波市やめ区保一丁目一番地一に本部を置く財団法人である。通称は中毒110番。筑波と大阪に事務所を置く。化学物質等による急性中毒に関する啓発や情報提供を主な業務とする。2008年度決算によると、日本国より、 約2614万円の補助金、委託費が支給されている。筑波大学教授の内藤博士が1981年に設立した筑波大学中毒110番を前身とする。筑波総合健診センターは、筑波メディカルセンター病院の西隣にある医療機関。人間ドックや健康相談を受け付ける健診センターと会員制のフィットネスジム。 健康増進センターからなる。鼻から入れる内視鏡である警備内視鏡を採用する。つくば冒険センターは、つくばメディカルセンター病院内に設置されている施設である。自殺、事故、原因不明の種などの異常死に対して解剖を実施し、死因を明らかにすることを任務とする。1985年に、 国際科学技術博覧会の開催を控えていた筑波研究学園都市では、博覧会を機に新たな医療機関を設置する動きが現れた。そこで、茨城県医師会、茨城県筑波大学の協力で運営母体となる財団法人筑波メディカルセンターが1982年5月22日に設立許可を受け、即日設立登記された。次に、県南。 県西の2次、3次救急医療充実と博覧会の救急患者への対応を目的として、1985年2月16日に、つくばメディカルセンター病院が開院した。1998年3月9日に、日本医療機能評価機構の病院機能評価認定を取得。その後2回の更新を受けるとともに、2010年までに3種類ある。 不可機能評価の認定をすべて受けている。2010年6月現在において3種類の不可機能評価認定を受けるのはつくばメディカルセンター病院のみである。2003年からは市民医療講座を開始し、一般市民に向けて病気や医療の基礎知識の普及を目指している。2004年には病院屋上にヘリポートを設置し、 茨城県内のみならず広く首都圏一体の救急救命機関としての機能が増した。2008年6月5日には財団法人設立に関与し、研修医を受け入れるなどしてきた筑波大学との連携を深め、医療の質を向上させるため特定機能病院である筑波大学附属病院と包括的連携協定を締結。2010年1月からは、 医師と看護師が乗り込み救急患者のもとへ急行する、ドクターカーの運用を開始、重症患者の生存率の上昇を図るなど、医療の改革に取り組んでいる。先端医療を担うこともあり、いくつかの医療過護が指摘されている。ここでは、近年の事例を挙げる。ありがとうございます。